お疲れ様です今回の話題は原野商法で言ってみましょうかまあ、原野商法っていうとね最近映画でまあ見ることが増えたその地面師たちっていうね地面師とこうごっちゃになることが多いと思いますけども全く違う職業なんですよ地面師っていうのは他人の土地を自分のものと偽ってそのための証明書類とか証人とかオーナーとかを まあみんなね、キャストとして集めていって、そして買い手にそれを提案してお金を騙し取ると。だから本来の土地の持ち主さんっていうのは、そんな契約が起きていることを全然知らない。で、当然、まあ、持ち主の方はね、土地を売却することもなく、お金を払った人だけが騙されるみたいな話なんですけども、今回の原案商法ってのはね、どちらかというと、その、 暗号通貨にと近いんですよね。で、価値がつくかどうかわからない、まあ田舎の土地をですね、これから値上がりしますよ、みたいに偽って、高値で売り抜けるっていうところなんですよ。まあでも実際に、1960年代とか70年代ね、私が生まれた年のちょっと前から前後ぐらいは、日本中の土地がこれからね、住宅供給不足によって、 値上がりするんじゃないかっていうふうに言われてたのは確かですし、それを真に受けて本当にそうなるって思った不動産屋さんは多かったんですよ。で、そうなるもんですからブームが起きて多くの一般国民もサラリーマンの手取りで買えるような別荘地とかを今のうちに買っておこうっていう、まあそんな運びになったわけですよね。どちらかというと当時はお年寄りがお金を持ってる時代じゃなくって当時の現役世代が今お年寄りになってね、 お金を持っているっていう、まあ、そんなパターン多いんですけども、当時、1960年代後半から70年代当時のお年寄りっていうのは、戦争で生き残った人たちですからね。まあ、なかなか余裕はなかったんだと思います。そんな中で、高度経済成長の給料が増え続ける、いわゆるサラリーマンっていうのは、エリートのブルーに入ってたわけですよ。で、そういった人たちを狙い撃ちといいますかね、そういった人を対象にして、いろんな土地を、 売りにかかけたっていうのが原野商法かなと思いますでなんで原野商法かっていうとね、本当に原野なんですよ。のっぱらに価格をつけて、それでも売れちゃったみたいなところがあるんですよね。まあ、詳しくはね、この、吉原さん、吉、名前忘れました、すみません。この方がね、結構詳しいんですよ、原野商法に。YouTuber の方なんですけどね。はい、それで、ここに1枚の、 こうチラシがあります人間を自然に帰れってありますよね、まあ、当時はねおかしなキャッチコピーがいろいろと乱立していてしかもそれが大手新聞の広告額にドーンと載っていたんですよいわゆる無法地帯だったんですよねこの辺もだから暗号通貨に近いです暗号通貨もね有名人とかそこそこ有名なメディアが取り上げて信用をそこで得るわけなんですよで値上がりする当てもないような二足三文の暗号通貨が高値で売れていくっていう形なんですよね で結果、上場しても何も起きなくって、ずっと塩漬け状態になって、30年、40年経つみたいな、原野商法とほとんど同じで、当時買われた原野商法の土地っていうのも、いまだに持ち主すらもその存在も忘れてるみたいなことがあってね、もう原野に埋もれてるわけなんですよ。なかなかだから興味深いですよ。当時の人は、こんな土地が本当に値上がりすると思って買ったんだな、バカだなって思うと思いますけども、多分三30年後くらいにね、 私たたちちの子供たちは思思うと思いますよ当時の大人たちはこんな暗号通貨なんてわけの分かんないものを二足三文で買ったんだなみたいなねで一部ビットコインとかイーサリアムみたいなあの伸び盛りのコインってのはあると思うんですよまさに当時の原野商法も全部がそういったお化け屋敷じゃなくって本当に値上がりして巨万の富を得た人も本当の一部いたんですよね例えばニセコの土地ってあるでしょこれ これなんて当時は本当に原野商法だったんですけども、ひょんなことから今値上がりしてますからね。だから当時捕まされた人は今儲かってるはずですよ。その他沖縄の土地なんかね <laughs>、ありますけども。こうね、石垣島なんて当時全然知られてませんでしたからね。それが今令和の時代になって石垣島、ちょっとね、注目されるようになりましたからね。北海道の阿寒。だからやっぱり、 北海道沖縄が割と多かったのかなとこれね現地調査にオーナーさんが行かないってことなんですよオーナーっていうのはこれからそういった原野商法のね土地を買おうとしてる人が現地まで行かないってことを見越してるんでしょうねきっと、うん、でここに軽井沢とかなんだかありますけども軽井沢とは全然似ても似つかない土地例えば軽井沢から1 0 0離れてる土地でも軽井沢に 直通みたいなねそんなキャッチコピーも踊っていたんだとまあ想像しますね、うん、で今ねその原案商法の持ち主の方が手放したい土地とか建物があるわけまあ建物はほとんどないんですけども土地ですよね、まあ、そこに対して営業が来るんですよあなたの土地を私のサイトで紹介しますそしたら売れるかもしれませんよみたいな感じでね掲載料30万って で土地を持ってる方ももし30万で安くても土地が売れるんだったらいいかって感じでねで広告にお願いするんですよでもそういった広告の会社って積極的に販売する記憶がなくってねただサイトに掲載して現地の土地に看板を立てるだけで全然アクセスとか集客とか責任持ってくれないところが多いんですよね 原野商法は確かに詐欺とかあやふやなものが多かったんですけどもでもその中に可能性を見出してで千分の一万分の一で原野商法のびっくり業天大逆転の宝くじを引き当てた人もいるのもまた事実なんで一刀両断で原野商法は詐欺とはなかなか言いにくいんですよねまあ言えることは一つですよ自分で評価して自分で覚悟することです 人のせいにしないという前提があればちょっとは慎重になると思うんですよ。何かあったらあの人に聞けば大丈夫。何かあったらあの人にクレームを入れればお金は戻ってくる。そんな期待をしてるからね引っかかっちゃうんですよね。だからどんなことも最終的に自分が決断したんで誰のせいにもできないし誰も保証してくれない。こういった観点に立たなければ原野商法どころか暗号通貨だろうが自分の人生そのものを生きていくことは できないんじゃないかなと思いますね。それでは今回は原野商法についてお話ししてみました。懐かしいですね。